Good morning! Good evening! 藤の刃を患うヴァンパイア星の外で技揃ろうシャキー,ンシャキーンはい。ケフはですね、社会問題に対しての 動画を撮っていいいきたいと思います楽しく、面白おかしく喋るから、停止ボタンを押さないで、最後までご視聴してね。そ相対節で喋れば、きっと面白おかしくなるよ。経済のことだって、社会問題に対してだって。ねねはい。えー、皆様、ニート、引きこもり、この違いわかりますか実は、ニートと引きこもりって全然、異名が違うんですよ。うん。 これについて紐解いていきたいと思います。うん。まず、ニート。うん。どういうことが、どういう人たちがニートのかというと、まず、ニートって言葉は、経済用語なんですよ。うん。経済用語なのね。うん。だから、単純に、働いてない。え通学も、家事も、手伝い。家事手伝いも、一切しない。これがニートの定義です。 で、引きこもりの場合、うん、これは一般用語になります。経済用語じゃなくて、一般用語。そういう状態を示したものでしかないわけ。だから、たとえ、主婦業をやってたとしても、ニートではなかったとしても、社会交流が半年以上ない人たちを、全部含めて、引きこもりっていうわけでございますよ。うん つまり、えー、単純に考えれば簡単に考えればどんなに家に閉じこもってて人と一切関わってなくても働いてればもうニートじゃないわけうん働いてればもうニートじゃないのうんでも半年間社会交流がなければ逆を言えばね働いてても引きこもりになっちゃうわけようん いくら、バリバリサラリーマンやってたとしてもね,ね、主婦業をね、完璧にこなしてたとしても、でも、もう社会交流が一切ないだけで、もう引きこもりなわけでございます。はい。ちなみに、全国にどれくらいニートと引きこもりがいるかと言いますとね、 えー、ニートと引きこもり両方ともに全国で60万人から70万人なんだってそう言われています、うん。60万から70万人の人がニートとか引きこもりっていう定義に当てはまる人たちみたいですね。うん、で実際どういう人がニートとか引きこもりになりやすいかというと、うん、これは研究結果もう出てるんだけどニートと引きこもりのほとんどもう8割以上の 人たちが精神疾患を持ってる人なんだって。うん、まあ、蒼太はね、あのー、医学とか、経済学とかも好きだから、またこういう話もね、あのー、ソウタ節で面白おかしく、楽しく話していけたらなと思います、えー。楽しんでいただけたでしょうか。今日は、ニートと引きこもりの違いのお話でございました。では、一緒にこれをやってください。